真っ暗で何もつてない。おはようございます今日は今から七面山に行ってきます。いやー、はい、一生懸命準備してる人います。気合は入ったけども、時間は5時56分行ってきます。ちょっと待ってね置いてこか、早く知ってん。まだ出発できねえよ。さあ準備完了しました。お、なんか雪ちらついてきたね、軽く。あ、さあ登山口はどこですかね。そうだね、登山口がわからないです。あ、向こうですか。電気の辺り怪しいね。あ、わかりました。じゃあ電気をめがけていきますか。行きましょう。参道あるわ。 あっちでなんかそれっぽいのあるね。これえ、あ、ほら、ほんのあるじゃん。これか。電気つよ。あ、ちゃうかな。よし。じゃあ行きますか。それっぽいのがありました。雪がうっすらと積もってる感じで。そこまで寒くもないですね、今日はね。あ、これ山道っぽいね。なんか、本当だとあの鳥居をくぐるのかな。あ。ね。鳥居くぐらずに来ちゃったけど。どうする？まあ、いっか。まあまあ、ちょっと、駐車場からショートカットで来ちゃいました。これか。え、こんな感じ。映ってるかどうかわかんないですけど。じゃあ、よ。時間いった？今6時。おお、なんか建物が見えてきた。おお、自販機ある。おお。なるほど。はい、5丁目来ました。多分あと10分の9。まだ真っ暗です。空がちょっと明るくなってきてるな、うん、時間は6時17分です、うん、あまりの暑さに 6丁目でもう脱いじゃいました。早いね。大丈夫なんでしょうか。今日も早いよ。暑すぎる。こうなりました。いやー暑い、うん、はい、ちょっと山が照らされて、南アルプス、モルゲンロード来てますね。南アルプスはまだ見えた。ちょっと真っ白さ、いやー明るくなってきた、ついに。はい、ヘッドライトの平、はい、明るさになりました。いいっすね、自然の光で。この雪道がすごい幻想的です。はい、何か建造物が見えてきました。何でしょうか。おお、何だろうこれ。なかなかやね。休憩所があるな。休憩所がある。へえ、なんかお、どうあるね。どうあるね。うん。なんだろうね。あ、13丁目なんだね。うん、13丁目。だいたい1時間ぐらい登ってきました。ちょっとさっきからちらちら富士山が見えてます。めちゃめちゃ綺麗。これはね、気は合わせるけど足が進まないという、残念な結果ですけどね。楽しみです。あ、太陽が出た。ダイヤモンド身延山が見れた。おー、すごい。おー、登山道もきれい、キラキラしてきたね。おー、きれい、すごい。あー、いやー、すごい、最高やぞ今日。はい、またなんか宿坊みたいなのが見えました。これは何でしょうか。お、すごいすごい、なんか、へえ、何これ。なんか寄付した人の名前かな。人形だから。いや、だいぶ冷えてきた。空気が、指先が冷たい。おお、すげえ開けた。
電池がねえ。めちゃめちゃ綺麗。やば。バッテリー交換。やばいやばいやばい。ここはえげつない。えげつない場所。絶景ポイントの休憩終わりましたね。はい、行きますよ。じゃあ行きますよ。はい、元気も取り戻しました。行きましょう。うん。いややっぱ絶景見ると元気出るね。はい、30丁目来ました。はい、3分の2来たかな。まだ30丁目。まだまだやね。5分の2って感じか。あ、5分の 3? 5分の3だね。半分よりはちょっと来た。はい、補給タイムですね。はい。ああ、これ食べる。いっちゃいますか。お腹すいた。きゃ、雪が本当に。煙補給。環境を破壊するのやめてください。いや、電子タバコだから許して。耳だけ冷たいんでこうなってます。はい、なんか声が見えましたね。なんでしょうか。おかわり300円。300円か、なかなかやね。やっぱり、うん、いや、氷瀑がありました。こういや、スララにしよう。すごいすごい、めちゃめちゃ太い。はい。はぁ、あ、ひぃひぃが、ひぃへぇほぉさあ、ここが何丁目かな。そういうのないの。ない、ここは。あ、ないか。でもさっき 40? うん、40 40は超えたね。うん、 あちょっとやね。うん、あ、ちょっと、あ、行くか。あ、はい、42丁目です。いや、雪がね、ちょっとモフモフで疲れる雪だね、これ。モフモフ、あー、5センチぐらいはあるね、この辺。あー、あー、ここで雪倒れた人が。いやー、霧氷が綺麗、ここの辺すごいな。うー、綺麗。はい、なんか来ました。おお、なんだったっけ。名前忘れた。すごい、すごい山門ある。はい、今聞いたら和光門らしいですね。はい、和光門に来ました。よし、しますよ。まあ、肛門をくぐりました。うぅ、すごい。はい、なんか金付きが来ました。これついていいよね。はぁ、金付き動画ありました。金付ける。はぁ、連打禁止らしい。ちょっと煩悩、煩悩の塊の人はついて。はい、優しい感じで。足に当たる。これ届いたね。ですよ。いいね。あ、来た。来たぞ。ついに来た。うわ、やべえ、やべえ、やべえ、
さあ、目的の三門越しの富士山は見えますかね。さあ、はい、どうも。すげえこれは。やばい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 。はい、最高っすね、警視員。警視員の富士山撮れました。よかったです。いや、雪もなかなか10センチぐらいあるんで、ここ。もふもふや。うん、なんかすごいいい。よし、それではとりあえず山頂目指していきますか。レッツゴー。ですよ。うわ、富士山最高。でも足跡は違うね。戻っとるもんな。多分こっちだね。こっち？うん。あーっと山頂はあちらですって書いてある。山頂40分ぐらいが目安ですだって。ああ。まあ山頂まで40分ぐらい。もう無視しやがって。ああ綺麗ここ。すごい。ああすごいな。おお、これすごいね、なんか。なんだあれ。すげえ。お化けみたいな木になってる。あ、どんな景色なんでしょうかね。さあ、その景色は、おお、これはすごいな。いや、写真で全景撮れん、これすごい。マジか、やば。すごいすごい、やばいなこれ。これはすごい。うわやば、すごい。いやーすごいな、この垂れ下がってる寄生植物かなんかが本当絵になる。めちゃくちゃ幻想的。すげえ、これは綺麗だな、たまらん。サンセット、あー海が見える。うん、あーすごい綺麗。崖です、ここは。うわー、あー、はい、鹿の足跡を頼りに歩いてます。鹿ちゃんが迷子になってなければいいですけどね。やばい、この最後の最後の登りがえぐいきつだよ、これきつい、マジか。なんかこの先に絶景があると言ってます。カエラズのクレートに匹敵するよこれ。
おお、やばいやばいやばい。落ちたら終わりのとこや。玉ひゅ。おお。ああ、富士山も見えるや。先に一枚行かさせてもらうよ。はい。ああ、でもね。すごい。ここ落ちたらアウトやに。やばい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 。上から。ああ、しんどい。無理。きついわ、もう。頑張れ、あと少しだ。ああ。危ねえ、はまった。来ました。はい。七面山。もうきつい。七面山頂。七面頂。はい、安定のカップラーメンですよ、今日も。安定だね。安定のカップラーメンいきます。もうみんなは先に来て食べ終わってますね。お腹いっぱい。なんか変な、よからぬことやってると思います。これダメだ。ははは。なんじゃそれ。やばい。ほんとね。うますぎ。過去一。過去一うまい、これ。はい、行きますよ。はい、今日はカレーパンです。食べてやる。おー、焼きが足りないな、まだ。はい、山頂を満喫しました。はい、あの、眺望ないっす、ここ。残念ながら。くつろぐ専門。ちょっと下ったところのね、まあでも、ちょっと今日は暖かくてね、すごい良かったですね。風もなくて最高。急いで帰るか。はい、じゃあ今日はね、ちょっとみんな疲れたっていうことでここで帰ります。今正午なんだよね。ね、うん、12時、うん、12時で帰ります。6時間かかったってこと。じゃあ帰りましょう。はい、鹿です。かわいい鹿ちゃん、遊んでるな。かわいいね。あっちゃん、バイバイ。行く手を阻んでる。うん、キュンって言ってる。はい、シエーモンだったっけな。戻ってきました。さあ、シカちゃんいるかな。し、あ、全然違った。慶心院ね、慶心院に戻ってきました。はい、警視員戻ってきましたけど、鹿ちゃんはいない。残念。富士山も微妙に雲かかってる。はい、警視員をくぐって下のお寺さんに行きます。おほほ、素晴らしい。すごいな、ここめっちゃいい。うわ、こだわり立派だね。ね、彫り物がすごいわ。これは立派。結構いろいろ彫ってある。へ、結構でかいね、これ。うん、すごい、真っ白。すごい。すごいね。池なんだ。すごいすごいすごい。はい、門まで来ました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いい天気。うん、おお、素晴らしい。じゃあガンガン下っていきたいと思います。
はい、無事に1丁目まで降りてきました。まあ、しんどいなんてもんじゃねえな、これやば、ここやばいっす、ほんときつい。いや、めっちゃ疲れた、うん、こんな疲れた山、うん、どう思う？あ、エナさんレベルだよね、エナさんの重装レベル、うん、いやー、うん、やっと終わる、うん、ちょっと待って、終わっていいのか。あー、じゃあそこまで、あー、そういうことね、終わるわけないかん。おっ、岡田陸生、おー、おー、おー、おゾンビがついてってるな。はい、ついでに隣にある白糸の滝を見に行きたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです、はい、おー、凍ってるね、やっぱり。おー、すげーすげーすげー、氷瀑じゃん。すげー、おー、白糸の滝凍ってる。白糸の滝やってきました。とんでもねえ滝、すげー、おー、高いよこれ。でもその積み方はな、ね、